今年の七夕企画は天体写真の構図とその基本ルールについて解説していきます。それではよろしくお願いします。さて、まずは天体写真というと大別して2つの種類があるんですけど、一つは星だけが写っているような星夜写真、そしてもう一つはそこに地上景色が加わったような星景写真です。さて、まずは星だけの写真、星夜写真の基本ルールについて解説していこうと思うんですけれども、一般の写真でも縦構図、横構図ってありますよね。星の場合、それが一体どうやって決まっているかということなんですが、もちろん宇宙には特別な向きというものがありませんのでどうやってもいいんですけど、ただ観賞用の天体写真の場合は暗黙のルールというものがありまして、基本的には北が上になるようにしましょうねということです。赤道儀に載せるときにカメラの底面から載せるか、それとも L 型ブラケットを使って縦で載せるかという2つの種類があると思うんですけれども、二軸駆動の場合はですね、基本的にそれに従っていれば自然と決まるので、特に意識することはないんですけれども、ただ例えばですね、橋頭バンドを使って載せるような時にカメラが斜めに傾いてしまうことがあります。とにかくこれを避けましょうねということです。ちなみに天体を追尾するためには最低限一軸駆動すればいいんですけど、設計方向さえ動けば追尾できるんですけれども、安価なポータブル赤道儀の場合はそういったものも確かに出ています。この場合ですね、自由運台を使ってカメラの向きを変えてくださいねというタイプがあるんですけど、そうするとうまくこの縦横が出ないということがありますので、できればですね、一軸駆動でもいいので赤いユニットぐらいは導入した方がより天体写真の質を高めるという意味ではいいですね。その赤いユニットとあとは L 型ブラケットがあれば自然と構図は決まっています、いきますので、まずはですね、そこを意識して撮ってみると良いと思います。さて、次にいよいよ構図についてなんですけど、星夜写真の場合は焦点距離がどんどん長くなっていけば長くなっていくほどほぼ日の丸構図に勝手に決まっちゃいますね。というのも、焦点距離が長くなると映る星雲がほとんど一つになってしまうんですよ。その塊として認識されているものがね、一個しか映らないので、日の丸じゃないとそれちゃんと導入できてないよねということになってしまうわけですね。例えばバラ星雲を3分割とかで映そうとするとんっていう違和感が出てくるわけですよ。基本的にそういった1個の星雲を映すときは日の丸にしましょうということです。で、よくですね、一般の写真の場合は日の丸構図から脱却するのがまずファーストステップだと言われていますけれども、決してですね、この構図が悪いというわけではなくて、魅力的な対象を映すときに、とにかくそこをストレートに表現したいときには、一番最適解だったりするわけなんですよね。で、星雲星団っていうのはそれ自体が非常に美しいので、この日の丸構図が成立してくるわけなんですね。はい。ちなみになんですけど、太陽系天体の場合も全体を映すときはですね、ほぼこの日の丸です。場合によってはですね、一部をこう強拡大するようなこともあるんですけれども、それはどちらかというと写真的な要素よりも科学的な観測の意味合いがだんだん強くなってきますので、またちょっと話が変わってくるかなと思います。とにかく焦点距離が長くなって一つの対象しか映らないような場合は、日の丸が基本ですね。次に、例えば広角レンズなどを使って星空を撮影すると、もちろん複数の星雲星団が映るようになるんですけれども、そういった場合に線で分割してその交点に見せたいものを置くというタイプの構図が有効なこともあります。代表的なところで言えば3分割とか、他にも黄金分割やレールマン構図などが有効なこともあります。これらを使うとすっきりとまとめられる場合もありますね。あるいは大きい星雲と小さい星雲など、そしてその色の対比が面白い場合は対比構図、これを活用すると
良い場合もありますね。そして天の川には暗黒帯というものがあるんですけれども、ダストが濃くなっていて、要するに平たく言ってしまえばもやのようなもので、向こう側から光がやってこない領域なんですけど、その黒い筋をですね、対角線上に配置する、いわゆる対角線構図が良いこともありますね。また超広角になってくると、天の川そのものを対角線に配置しても良いことがあります。加えて夏の大三角や冬の大三角などの場合は、それそのものが三角形なので三角構図になりますね。そして全体的な構図に関する注意点なんですけれども、天体撮影の場合はいろんな事情があって最終的にはトリミングすることになるんですけど、そのトリミングするときにどういう構図を取るか、それをやっているときに、例えば線で分割してその交点に置くというタイプの構図を採用しようと、あまりにその点を意識しすぎてしまって星座が見切れてしまったとなると、あまり印象的には良くないので、まずは星空の部分を尊重する。特に星夜写真の場合はこの星座の部分を尊重した方が良いこともありますので、あまり構図ばかりにとらわれすぎるのも良くないですね。まあ、それと大体パターン化されていますので、星夜写真の場合はある程度構図の自由度も出てくるんですけれども、ただあまりにパターンから外れたものだとかえって違和感が生じてしまいますので、そこは注意した方がいいかなと思います。さて次はですね、星形写真についてなんですけれども、まず大前提の基本ルールとして、まあ水平出しはしましょうということですね。もちろん意図によってはあえてその水平のラインを崩すことによって動きを出すという場合もありますけれども、多くの場合はですね、水平出しがされていないと違和感を感じてしまうことが多いと思います。なのでまずはですね、ちゃんと水準器を使って水平出しをしてから撮影しましょうということですね。次にこちらについてはですね、何せ星空の部分と地上の部分と2つのですね、お題があるわけですよ。そうなってくると主題と副題というものが決まってくるわけですね。で、僕の中ではあくまでも天体写真というのであれば主題は星空であるべきかなと思います。まあ、最近ですね、星空ポートレートという手法もよく使われるようになってきまして、人物を写すときにバックに星空を入れるわけですね。これはあくまでも主題は人物で星は副題という扱いなんですが、ちょっと僕のある意味で管轄外になってくるんですよね。もちろんですね、何に重きを置くかって個人個人の本当に自由なので、それは好きにしてもらって構わないですけど、あまりにですね、星空の部分から脱却してしまうと僕の手に負えなくなると、まあ、そういうことが言いたいわけですよ。はい。それではいよいよ星形写真の構図についてなんですけど、こちらに関しては全ての構図が活用可能となってきます。だって星空と地上景色の組み合わせなんて本当に無限大ですからね。ただ多くなりがちなのは分割系の構図です。二分割にしろ三分割にしろ、なんといっても星と地上という二つの命題があるわけですから、普通に撮っていると地平線とか水平線でこう分けていくと分割系の構図になってくるわけです。まあ、一つ注意点があるとすれば、星の部分を主題と言いたいのであれば、その部分の面積の方をより広く取ってやるという必要が出てくるかなと思います。ただその場合にですね、分割系の構図は平面的な印象を受けがちになってきますので、まあ、そこはちょっと注意が必要になってくるかなと思います。地上景色を広く取り入れることによって、まあ、広がりが出てくることもありますので、まあ、場合によってはですね、例えば水面のリフレクションを撮る場合にはこちらが有効ということもあるんですけれども、ただ
若干ですね、主題が逆転してしまうという危険性も、まあ、もちろんそれはそれでですね、写真としてはいいのかもしれないですけど、ただ僕的にはできれば星を撮るならそこをメインにしたいと、まあ、これは完全にですね、僕のこだわりなんですけれども、そういった時に例えばアルファベットの S 字とか C 字を形成するような構造物に注目する。他にはですね、放射点とか消失点とか呼ばれていますけれども、ある一点から全体がバッとこっちに向かってくるような、まあ、そういう点とか、まあ、線、構造物を見つけると、そういう工夫をすると平面的な印象から、まあ、立体感というか奥行きというものが出てくる場合もありますね。ただそれを見つけるのがなかなか難しかったり、まあ、あるいはそこが楽しいという点だったりします。他にはこちらはちょっと失敗例になってしまうんですけど、三角構図が有効なこともあります。この写真は本当はもう少し天の川の高度が低いところから撮影を始めて、天の川のラインと地上を使ってうまいこと三角形を作ってやろうと思ったんですけれども、ちょっと失敗してしまいました。あるいはですね、 V 字状の谷があると、谷合いの土地で撮るときにこの構図が有効なこともありますね。そういった構図遊びができるということが、まあ、成形写真の難しいところでもあるんですけれども、逆にそこがですね、いろいろと自由度がありますので楽しみの一つになってくるかなと思います。本当にですね、いろんなケースで、もうケースバイケースで決めていく必要がありますので、とにかく経験を積んでいくということが大切になってくるんじゃないかなと思います。まあ、僕自身ですね、まだまだ修行が必要だなと感じていますね。はい、それではですね、今日は天体写真の構図とその基本ルールについて解説させていただきました。まあ、よくですね、写真は構図で撮るなとか言われますけれども、一方でそこがかっちり決まってないとちょっと不安定な感じにも見えてきます。この構図をですね、かっちり決めてやるという必要性もあるのかなと思いましたので、今日はですね、その点について解説させていただきました。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。